皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、いつも目標達成できない人にこそおすすめしたい魔法のチェック法とは、ということについてお話をしたいと思います。魔法のチェック法とかね、この魔法っていう言葉を使うと、それだけで何でもうまくいっちゃうような錯覚にとらわれる、ケースとかもあると思うんですけれども、これは私自身とかももちろん目標設定するときですね、いろんなことは考えて目標設定とかもしますし、中長期、長期、中長期、短期目標を設定して、チェックしながら前に進めていってるわけなんですけれども、私のクライアントさんですね、コンサル生さんの中で、こうやりたいこととか、こういうふうにしますとか頑張りますとかっていう方が、その目標をうまく、クリアできるタイプの人とクリアできないタイプの人が、違いが見えてきたんです、ある一つの法則で。でそれは、それが見えたことによって、実は私が無意識的にというか、割と当たり前だろうと思ってやってたことが、できてない人ができてない、できてる人はできてるっていう、その共通点が分かったんですよ。でそのことについて今日はお話をすれば、今までできてなかった人が、なんでできてないのかっていうことが分かり、そしてできるようになるための指標になるんじゃないかなというふうに思いまして、今日はそのお話をしていきたいというふうに思っています。まずですね、結論を先に言ってしまうと、できてない人とできてる人は何をチェックしているのかっていう、この違いなんですけれども、何をチェックしてると思いますか？できてる人とできてない人って、ズバリ言うとですね、これたまたまその経営の言葉の経営学から生まれた言葉でですね、 KPI っていう言葉があるんですね。 KPI KPI っていうのは、英語で言うと Key Performance Indicator っていう KPI、 日本語に訳すと、重要業績評価指標っていうふうに訳されるらしいんですけどね。要はもうちょっと噛み砕いて言うと、目標に向かってどういうふうに進んでるかっていうことを、チェックするための指標ですね。要は進行状況をモニタリングする、この KPI、 途端にですねマーケティング用語が出てくると難しく聞こえてしまうかもしれないですけど、単純に言うと定数定量ですね、この評価を自分でちゃんと日々行っていくっていう、これだけなんですよ。で例えば曖昧な目標を立てる方っていうのは、そうですね、じゃあ分かりやすいところで、私よくホームページとかページ制作とかをね、皆さん作ってもらうような時とかに、一応期限つける人はまだそれでもね、大事なんですけど、大事っていうか、あれなんですけど、例えば9月末までに仕上げますとか、10月末までに仕上げますとかっていう、そういった作業目標をですね、そこに立ててやるようなケースとか、あとはもうちょっと、言うと、そうだな、まだそれはいい方なんですけど、もうちょっと難しい領域になると、今月は、5人の人を制約しますとかね、新規の人を3人獲得しますとか、このあたりっていうのは目標が割と立てないよりはもちろん立てた方がいいんですけれども、うまくいかなくて心が折れたりとか、こう自分が落ち込むケースになるような場合が、この、目標の立て方なんですよね。これっていうのはじゃあ何なのかっていうと、自分でコントロールできる指標で作ってるか作ってないかっていうことなんですよ。さっきの、ホームページをね、何月何日までに作るっていうことは、ちょっと要素としては半分半分なんですけど、要はものすごいざっくりした目標じゃないですか。ホームページを何日までに作るとか、それはもちろん大事なんですよ。だけどじゃあそういったケースの場合には、もうちょっと
例えばトップページバナーは何月何日までに作る、中の本文は何月何日までに作るとか、中を細分化していくともうちょっと目標達成しやすくなるんですけれども、全体的にぼんやりした感じの目標をざっくり作る人っていうのは、細かい作業を自分で何時間何日とかってかけられるかを分かっていて立ててない人が結局、その日までに作れないっていうタイプの人が結構多いんですよ。だから自分の中でやれる作業のはずなのに、自分の能力を過信してる場合と、作業範囲と範疇を自分で把握してないために、こうなったらいいなっていう、こう嬉しい願望に近い目標の作り方をすると、大概作れないですね。何か私がそういった仕上げるもので、作業系のものとかだったら、自分の能力を自分で把握しているので、これを例えば入力するのに、まあじゃあ例えば、3000文字のブログを書くっていうふうにすると、私の中では1時間から1時間半をだいたい取ってるんですよね。で、これがやっぱり5000とか7000とかになってくると、2時間とか2時間半とかになってくるんです。だいたい長いのを書いていくと、考えとか思考をまとめながら書いていくと、先に向かえば向かうほど速度が落ちていくから、あと疲れてくるからっていうのもあるんですけど、だいたいそれぐらいの時間がかかると分かってる。そうすると、これぐらいの文字量のブログを何記事書くっていうふうにもしも分かった場合には、だいたい何時間自分がかかるのか、しかもそれが集中できるパフォーマンスを持ってる元気な状態だった時の今時間なので、多少こう疲れている時とか、頭の思考が回らない時には、これの1.2倍から1.5倍の時間がかかるっていうのも分かっているので、その作業を仮にやるって決めた時には、集中力があって体力がある時にその作業を当て込むっていう時間管理を今度していくことになって、その時間でクリアしていくっていうふうに組み立てていくことができるんですね。ですから自分の能力を過信しないっていうことができている人は、大抵自分の決めた約束の期限までに、行っていくことができるし、その行ったものを他人に対しても約束がそうそうずれないタイプの方が多いですね。自分の能力をちゃんと分かっていて。なので、最近私のクライアントさんによく言ってるのが、なんかだらっとしてしまうんですとか、気がついたら時間が過ぎてるんですっていう人には、タイムトライアルをやってくださいっていうふうに言いますね。タイムトライアル。例えば分かりやすい、その定数を把握するっていうことです。1記事何千文字、画像3枚程度入れたブログを作るのに、一体普段どれぐらいの時間がかかっているのか、そしてそれを早くする方法はないのかっていうこと、業務改善を常にやっていると、当然それは早くなっていくので、どのみちざっくり把握していて、何日までにこれを作り上げるっていう緩い目標じゃなくて、でもうちょっと細かめにそれをやっていくと作りやすかったりするっていうのがまず一つですね。で、悪くはないけど、目標が崩れやすい人の目標の作り方、制約を5人取るとか3人取る、これはモチベーション的には悪くないんです。モチベーション的には、そして実際にそれをやりきる人もいるのも知ってます。これはね、だからできる人なんですよ、やりきる人。で、やれない人は、その目標はなぜ難しいのかというと、自分の中で完結しないことを目標値に入れ込んじゃってるからです。自分の中で完結しないっていうのは、制約っていうのは相手がいて初めて成り立つことなので、その相手に対してどういうアプローチをするか、そして相手がどういう反応をしたかっていう、ここが目標値になるので、これね、結構ハードル高い目標になるんですよ。自分ではコントロール外になる人間の感情とか、あとはその人の事情っていうものが、制約っていう成果に対して様々な複雑な要因が絡んできちゃって、コントロールできない要因が入ってきちゃうんですよ。だから制約3人とか決めると、いろんな事情があって決まらなかったのに、目標が達成できなかったっていう、こう不祥事な残念な自分がそこに残ってしまうので、まあ落ち込んだりとかできてないなって思う。まだ落ち込むだけいいですけどね。 落ち込まない人もいますからね。そのなんか目標立ててたのにやれてない自分も、しかも目標も忘れている方とかだと、私が思い出してお尋ねする時とかがありますからね。
この間なんとかで3人制約したいって言ってたけど、その後どうなりましたかって言った時に、あああれなんですけどっていう、もうそもそもその時点でアウトって感じですね。まあ、あああれなんですけどっていう人に限ってまずできてないしやってないですから、しっかりそこを追いかけていて、しかも私と約束をしたっていうことを覚えてる人は、それが達成できた瞬間に大体何も言わずに報告してくるケースが多いですけどね。そうすると当然喜び合うっていうことはしますが、まあ、それもやらないタイプの人っていうのはそもそも、まあ、目標っていう言葉は、作ったっていうことに満足して忘れている。だからそれじゃあ達成するために何をやったらできるのかなということも考えずに動いているっていうタイプの人も多いんです。これは他人が絡んでくるものを目標にしてしまうとうまくいきにくい要因が多くなっちゃうんですよ。自分だけでコントロールできないから。で当然、話術とかですね、相手の心を読みながらやっていく交渉術とかを持ってると限りなく 100% に近くしていくのは難しくはないです。でもこれ経験値必要になりますし、どんなに 100% に近くなるようなトークを持ってたとしても、その人が本当に来れるような状況じゃなければやっぱり決まらないんですよね、どの道。それはね、分かんないです、お話ししてみる。だからそういうことはあまり、自分の中での達成するべき目標値に設定しない方がいいっていうことなんです。じゃあ何を設定したらいいのかっていうと、さっき言った KPI ですね、キーパフォーマンスインディケーター。これはどういうことなのかっていうと、数字で把握するのが一番簡単なんです。例えばですよ、ブログを毎日1記事書くとか、毎日じゃなくてもいいです、2日に一遍1記事書くとか、例えば YouTube 動画を1日3個上げる、1日じゃなくてもいいです、3日に1回3本上げる、これでも構いません。要は1ヶ月っていう一つの区切りにした時に、数字でとても、しかもライトな数字で自分のところでどうにかなる、測りきれる、人の影響を受けない数字を目標にすると、やったかやらないかっていうこの二択な答えが残るだけなんですよね。1ヶ月終わった時に見ることができるのが。で例えばさっき言ったブログを1日もし1記事書くっていう目標をやったとするじゃないですか。でその1記事を何文字ぐらいにするかとか内容は別として、要は1記事上げるっていうことを仮に目標だとしたら、30記事上がってればできたということになります。クオリティは別としてですよ。クオリティまで追っかける人はクオリティの目標もつける必要がありますけれども、で、30日後30個上がってなければできなかった、やらなかった、やれなかったことになるし、30個以上上げられてればできたことになります。二択なんですよね、基本的に追っかける指標として。だからじゃあできなかったら何が要因でできなかったかっていう、できなかった要因を探してそれを次回潰していくかっていう、このシンプルな作業を見極めやすいのが定数での管理になるんですよね。だから例えばその自分の範疇でできるようなタイプの、そういったコツコツ系の、日々追いかけていくものが、定数を追いかける部分においては目標達成しやすいということです。じゃあさっき言ったその、そうですね、 YouTube を1日1本で、1ヶ月で30本じゃあこれがなんで目標達成に結びつくのかっていう、その正しい努力の方向性っていうのを一番最初に設計する必要はあるんですよ。YouTube で集客をしようとかって思うと、まあ、ブログでも何でもいいんですけど、私がクライアントさん皆さんにお願いしてるのは1000という数字を1年間で1回は意識してほしいっていうのを言ってあるんですよ。あの1000達成すると結構ね、あの変わるんですよ、状況が。私も最初のブログ、まあ、今ブログ運営して10、ね、9年目とかになりますけれども、最初のブログは1年で365記事以上書くっていうのがまず一つ目標だった時に、1年で何記事書いたかな、390記事ぐらい、400記事弱ぐらい書いてるってことは、1日1記事ペース以上になりますので、週末とか書かないとか遊びに行くよ旅行に行くよっていう時にはどこかの日に 2,3 記事書いてるっていう感じなんですけど、
要は多少そこのブレ幅があったとしても数字として達成する。で、1000記事書くとですね、やっぱ影響力がだいぶ大きくなってくるんですよね。今はもうちょっと多くないとダメかもしれないですけど、当時はそんなにブログもコツ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 ずっとずっと書き続ける人っていうのが少なかったので、それだけでも信頼されたし、ちゃんと目立つっていう状態を作ることができました。で、同等に YouTube、 こちらもですね、そう、1000動画以上上げるとですね、結構影響とか出てくるし、それを見たお客様からの反応とかも増えてくるので、1000記事、1000動画、あとは YouTube じゃなくて、YouTube 私も1000人いってないんですけど、チャンネル登録者1000人作るとか、アメブロの読者を1000人以上にするとか、Facebook の友達を1000人以上にするとか、まあ要は何かしら1000っていう数字が結構ですね、一つの目標値になることを皆さんにお伝えしてるんです。ということは、何とかの線でできたかできないか、1ヶ月の目標、これをかけるのはそんなに難しくなくて、それができるとこういう世界が待ってるよっていう、これをね、チェックする仕組みを作る KPI を追いかけるっていうのが、どうやら最終的にですよ、お客様が来たり目標売上を達成しやすい一つの手法だなっていうのが最近分かったんですよ。だから例えば私、コンサルティングさんで毎月数字の報告、本当に売り上げた数字の報告いただく方もいらっしゃいますし、定数の、その売上報告ではなく、まず定数の方ですね、アメブロを何個アップするとか、ブログを何記事書く、YouTube を何個やるとか、自分で決めた定数があった場合にできたかできないか、これだけをまず見てもらって報告をしていくっていう、これをやると結局やっていくことになるんで。やるとね、成果がやっぱり後から追いかけられてくるっていうか、ついてくるんですよね。これが何人制約するとかっていうと、不確定要素、決まらない要素とかも抱えた状態で目標を達成していくことになるので、結構ね、難しかったりするんですよ。だからシンプルな目標の方が数字として把握しやすいし、できたかできないかの指標がとても分かりやすいんですよね。だから目標達成できないなという人は、大概大きすぎる目標を立ててるのか、自分の能力を過信した目標値を作っているのか、まあそれでできなくて落ち込む場合にはまだいいですよ。そもそも立てた目標忘れてる人もいますからね、それはもう目標とは言わないっていう感じなんですけど。長丁場のマラソンみたいなのは年間目標とかになりますけど、分かりやすいのはやっぱ月締めが分かりやすいですよね。余談ですけど、私も去年の、そうですね、11月ぐらいに、まあ1年間でその長文ロングなタイプの、ブログを書くっていうことを、まあとある方とお約束をしまして、そちらの方が100でも長いブログの100って結構ね大変なんですけど、結果として今、まあ10ヶ月11ヶ月ぐらいになりますけれども、現段階で長文系の、その書くぞって決めたその日からですね、1年前のその日から今までの間に250記事ぐらいは書いてますかね、はい、ブログ。だからそのもちろん100っていうのははるかにオーバーはしてるんですけれども、その一つ決めた数字に対してどういう日程の割り振りでやっていけばそれが達成できるのかなか考えて、まあ、やっていってるわけですよね。ですので定数のチェックっていうのは結構その後の、なんていうのかな、目標達成、しやすい、ものを作り上げていくのにとても分かりやすい指標になると思うんですよね。だからこれを追いかけない人っていうのは、結局だらっとざっくりした目標の中で動いてるから結局達成できないケースが多いんですよ。分かりやすいのはもう本当に数字で測れるようなことを目標値にすると、やったかやらないかだけなので、そしてできなかった場合にはなぜできなかったのかっていうのを潰していけばできるようになるので、結果それができるようになっていくと、いろんな状況が整っていってうまくいきやすいっていうのが最近分かってきたんです。
で、自分はもともと営業職だったこともあって、自分で数字を作って自分で目標設定もして、でそれに合わせて不確定要素のタイプの目標の組み方と、ルーティンで、毎日毎日コツコツやるのと両方を組み合わせた形で動いていくっていうのを慣れていたので、割と自分の中で当たり前になっちゃってたんですけど、改めてできてない人とできてる人の差を見た時に、定数の KPI と呼ばれるものを追いかけてる人の方が目標達成できてるんですよね。その数字そのものの目標を達成することがイコール売上を達成することに結びついていくっていうケースが多いので、曖昧な目標じゃなくて分かりやすくて評価と成果が出やすい数字で追いかける、それはコツコツやるような分かりやすい指標でチェックする、1ヶ月に1遍でいいですよ。本当は1週間に1遍ぐらいやってほしいですけどね。1週間に1遍だとできてなくても追いつくことができるから。だから多分ですね、その数字っていうのは覚えておきやすいんでしょうね。1日1個とか1ヶ月で30個とかっていうのは、要はできてるかできてないか次の途中でも分かるじゃないですか。だけど制約するかしないかっていうのは、例えばその相手と会わなくちゃいけなかったりとか、あとウェブ上で制約ももちろんさせることできるんですけれども、どちらかっていうと他力本願的なお任せするみたいなところがあるじゃないですか。確実に何人が見たら絶対に決まるっていう方程式があれば、ウェブサイトに何人訪れさせるように広告を打とうとか、でもだからといってみんなが決まるわけじゃありませんからね。そういう感覚から言うと、決めていくっていうことを目標にしたりとか、してしまうとできないことの方が結構多かったりするので、そうすると結構それをまた放置しちゃう方も多いんで。日々こまめにチェックするっていうことで、やっていくと目標達成しやすくなるかなというふうに思うんですよね。だから数字を追いかけるっていうのも、分かりやすい日々の活動でどうにかなる数字を追いかけるっていうことがいいな、結果として欲しい目標というか成果を手に入れる早道だなっていうふうに思ったんです。だから壮大な目標を立てる必要はないっていうことをお伝えしたいと思いました。はい、では今日のまとめです。いつも目標達成できない人にこそおすすめしたい魔法のチェック法とは、結論 KPI をチェックすること。この KPI を何に設定するかは、その人の事業と内容によって、あと規模ボリュームと何年目に差し掛かってるかによって当然変わってくるんですけど、分かりやすいのはルーティンとかでやっていくことによって地味に顧客ファンが増えていくようなものであったりとか、そういった数字、行動指標を目標にした方がいいということです。はい、以上になります。ご参考に活動してみてください。それでは。